在日本スウェーデン大使館とは、スウェーデンが日本の首都の東京に設置している大使館である。1868年11月11日に、ディルク・デグラーフ・ファン・ポルスブルックがスウェーデンとノルウェーを代表して、大日本国スウェーデン国条約書を締結して以来、スウェーデンと日本は外交関係を結んでいる。1907年まで、スウェーデン大使は日本に常駐していなかった。 それ以前は、スウェーデンとノルウェーとの外交は、オランダの外交施設が代行していた。日本の第二次世界大戦の敗戦後、米国は日本との外交関係を維持し、スウェーデンが公式に日本との外交施設を再確立するのは、占領下の日本が独立を取り戻す1952年を待つことになる。六本木の城山ガーデン内にある、中日スウェーデン大使館スウェーデン大使館。 正面玄関スウェーデンエントランス横にある国商スウェーデン大使館の配置図スウェーデン大使館職員宿舎建物が建つ場所は1930年代に企業家グループからスウェーデンの政府に寄贈されたものである。1987年、スウェーデン政府は土地の半分を10億クローネ卿で売却した。現在のスウェーデン大使館の施設は1991年に完成し、 建築家、ミカエルグラニットと同僚、加藤吉都氏によって設計された。大使館の建物には、大使館と皇帝、ビジネススウェーデンの事務所及び、在日スウェーデン商工会議所の事務所の区画が、含まれる。さらに、職員住宅、約20個、会議施設、行動、展示ホール、レクリエーション施設がある。中日スウェーデン大使ペールエリック・ヘイグベリ。 ありがとうございます。